ただいま大皿杉森駅間で鹿と電車の接触事故が発生しました。それに伴い次の電車は約30分遅れて到着を予定しております。お客様にはご迷惑をおかけします。しばらくお待ちください。何？いや、人のことジロジロ見て気持ち悪いね。この辺じゃ見ない顔だなって思って。鹿で電車が遅れるなんてここじゃよくあることだから。傘使う？何のつもり？傘持ってないから、そのバッグも濡れると困るんじゃないかなって。何それ、善人ぶってる？それ私に貸したら、あなたは他の傘でもあるの？ないけど、家と最寄り駅が近いから。答えになってない。風邪ひいたらよくないし、親も心配すると思うよ。それはそっちだってそうでしょ。うちは僕を心配する人なんていないから。私には親なんていない。それはいいね。傘貸してもらっていい？うん。名前と携帯教えて。え？借りたものはちゃんと返す。連絡するから。遠野薫。花城杏。